マツダロードスターの、まあ、これはいわゆるハードトップ版ですね、 RF、この試乗に行ってみたいと思います。滑るなこれ。なんかちょっと上が重い感じはあるけど、やっぱり2リッターだけありますよね。もう蹴り出しが全然違います。もう踏んだ時のその、ふっと前押し出しますね。でこの2リッターは去年アメリカ行った時に乗ってたんですけど、まあやっぱり日本は 1.5 リッターなので2リッターいいことは分かってたんですけども、これがいいって言えないですよね。だからこの RF で乗ることになって、まあ、すごく良かったんですけど、まあ、うまい組み合わせですよね。あ、ちょうどいい感じでリアがリバースしますね。まあ、もうちょっとこれは抑えてあげた方が普通の人はいいかもしれないですね。ちょっとやっぱ屋根の重さ感があるかな。あとまあパワーもあるんですけどね。でも蹴り出しますから。ちょっとタックイン気味になるな。でストレートは150。あの加速がいいです。加速の力強さがやっぱりトルクがありますね。